ちょっと固めてクリアな感じで。固めてクリア、はい、はい。それでは新潟からやってまいりました小沢です。昨日に続きまして、ご覧いただいている方がどなたもいらっしゃいません。はい、あ、ですよね。え、マジですか。すいません、後でご住所とお名前と電話を教えてください。Facebook 友達募集中です。で、昨日とちょっと雰囲気を変えて今日は、こんな曲から聴いてください。大体ワンコーラスからでやめる、テレビの尺を利用してこのようにやった方がいいな、それより何より話さなければ一番いい、こういうことなんですが、それでは次はですね、ではこんな音を聞く。愛した人でさえも
なることが決まってたみたいに違うテンポで刻むこのお互いが聞いてる どんな言葉を選んでもどこか嘘っぽいんだ佐野に書いた手紙むちゃくちゃに丸めて捨てる心の そのどれもが素晴らしくて僕は愛を思い知るんだ半信半疑傷つかないための予防線示そうとしている泣いたり笑ったり不安定な思いだけどそれが君と僕の印どうもありがとう、大変な人にどうもありがとうと言ってくれましたが、とてもありがとうと申し上げられるような状況でなかったですねという手も初めて聞いた方なんかこんなもんだと思っていらっしゃるんでしょうがとっても辛いです、辛いんですが昨日あんまりあたけるというのは新潟弁で騒ぐということなんですがあまり騒ぎすぎなければよかったと、深く反省をしております、次回ぜひ新潟に来ていただきまして、絶好調の私を、ご覧いただければと30円ぐらい小遣いをあげたいと思います。はい
ではですね、次に何を 歌うかというと、何を歌っても大変なことになりそうな気がするんで、もう10曲くらい歌ってると多分だんだんとこう喉が、声が出るようになってくるんじゃないかと、かように思っておりますが、一人呆れた顔をしている仲間が、もう孫のような娘がおりますが、まあ、そんな話はどうでもいいですね。ではもう皆さんとさよならをしたいので、じゃあさよなら歌いましょう。早くない？あ、まだ早いですかね。相当早いよね。不安のかな、不安になっちゃう。
だろう。ありがとうございました。もう3分くらい時間があると思うんですが、残った時間を有効に使うために、ぜひ皆さんと、このその大切な時間を共有したい、そういうことでですね、何かリクエストがございましたら、小田和正絡みであれば大体あ有名どころの曲は、あ、じゃああれですかね、はい、では曲を歌います。わかんのことに皆さん全然テレパシーがね、私のところに、ね、来るんです。そしてですね、今日もコーラをなぜ飲むかと言いますと、ね、これはね、私自分に負荷をかけてゲップをいかに我慢しながら歌う歌う。もう出ました。ではもうすでに自分で作った曲じゃないかと勝手に自分でもう勘違いをしそうなくらい歌ってます。確かなことで言うと、存じないですか。確かなことという明治安田生命の CM ソングで流れてました曲なんですが、あ、ご存じないようでしたら別の曲に変えることも可能ですが、よろしいですかね。はい。きっとそばに
じ風に枯れて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから。余計なことまで話してます。早く歌えよ。早く歌います。すいません、頼むけもう一曲歌わせてください。まずコーラ飲んでから、まあ、コーラ飲んでから、ゲームシンバーです。朝昼晩とコーラ飲んでから。それで泣きそうな思いで、最後の一曲聴いてください。歌いますので聴いてください。では木蓮の涙。会いたくて、この胸の
¡Suscríbete al canal!
ありがとうございました。北方最高、また来年ぜひ、来たいと思います。よろしくお願いします。小沢真央でした。ありがとうございました。